Chromebox は Google の Chrome OS オペレーティングシステムが動作するパーソナルコンピュータである。Chrome Box は Chrome Book Laptop のデスクトップ派生である。他の Chrome OS デバイス同様、Chrome Box は主にただ一つのアプリケーションであるブラウザをサポートする。それに関連してソフトウェア機能とデータストレージについてはインターネット接続に激しく依存する。 ローカルエリアネットワーク経由の接続は無線ランやイーサネットポートを通じて可能である。ChromeBox は小スペースパソコンに分類され、一般的に電源スイッチおよびキーボード、ポインティングデバイス、そして一つ以上のモニターをサポートするための接続セットが特徴である。ソリッドステートドライブはストレージ用として用いられ、無線プリンターのみがサポートされる。 2012年5月29日にサムスンからリリースされた最初の ChromeBox は 13GHz デュアルコアインテルセレロンプロセッサ867で動作し6つの USB2.0 ポートと HDMI、DVI、そして VGA と互換性のある2つのディスプレイポートスロットが組み込まれていた。2014年2月、Google はビジネスビデオ会議パッケージ。 1080P 高解像度カメラモジュール、外部マイク、スピーカー、そしてリモートコントロールを Asus Chromebox にバンドルした。このシステムはシスコやポリカム製を含む他の統一ビデオ会議システムよりも数千ドル安い費用である初年度で放棄される年額250ドルの管理費を加えた999ドルで小売りされた。Chromebox は 最大15人までの参加者、共有スクリーンのための専用 URL、そしてスケジューリングミーティング管理アカウントのために Google、ハングルアウトライクなインターフェースを採用した。2014年3月、ASUS は179ドルで小売りされ、セレロン CPU と4つの USB 3.0ポートを特徴としたコンパクトな1.32ポンドモデルで、 クロームボックス市場のローエンドに新しい値段を打ち立てた。ヤフーテックのコラムニストであるデビット・ポグエはエイスウスデバイスの中で最小のものであるそのクロームボックスを今まで売られた中で一番安いデスクトップコンピュータと称しそれをスマート社に見立てあなたはクロームボックスを使ってホームデポ製の材木を運搬することはないだろうがクロームボックスは 非常に素晴らしく、ほとんど毎日、それは行きたい場所へあなたを連れて行くだろうと語った。5月に Asus は、Intel Core i3 を搭載したより、高速なモデルをリリースした。ヒューレットパッカードは6月に、オプションで、キーボードとマウスをバンドルする、Intel Celeron プロセッサーで動作する、ChromeBox で市場に参入した。8月に a s u は、直立して立たせることができ。 ローカルデータの暗号化と迅速な削除を含むビジネス志向な機能を用意した2つのモデルを導入した。9月にデルは Google ビデオ会議システムのデル実装だけでなくエントリーレベルマシンで市場に参入した。ありがとうございます。